本日は2025年大阪・関西万博に向けた特別航路の社会実験ツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ユニバーサルスタジオシティポートから出港いたしまして、大阪万博が開催されます夢洲の方へ船を進めてまいります。天保山観覧車はできた当初は世界一の観覧車で、高さが 112.5 メートルあり、直径100メートルの観覧車です。右手前方に見えますのが夢洲コンテナターミナルです。コンテナ船がつく岸壁には巨大なガントリークレーン、通称海のキリンと呼ばれており、クレーンはレールの上を横に移動しながら運ばれてくるコンテナの荷下ろしや積み込みをしてくれています。海遊館から出港して大阪港周辺を観光クルーズするお船が先ほど見えてまいりました。サンタマリア港です。こちらは日本一美しいゴミ処理場です。夢洲は2025年の大阪・関西万博の会場となるのは、大阪市此花区の人工の島です。1970年代にゴミの処理場として使うために埋め立てられましたが、1983年にはこの一帯に国際情報都市を作る計画が持ち上がりました。しかしバブルの崩壊の煽りを受けて頓挫、さらに2008年のオリンピックを大阪に周知し、夢洲を選手村として使った後住宅地にするという計画も立てられましたが、惜しくも周知レースに北京が敗れてしまって、またしても頓挫しました。いつしか負の遺産と呼ばれるようになりましたが、この度2025年の大阪万博という3回目のチャンスでやっと関西経済の希望になっております。リングはですね、上の階から見ていただきますとすごくよく見えるんですね。でもうすぐしましたら一番近くで見えるスポットもあります。ぜひね、カメラなど海に落とされないようにご注意くださいね。万博のテーマ、命輝く未来社会のデザインということで、命を考えていくために8名のプロデューサーの方々が事業企画を展開しているそうです。命を守る、命を紡ぐ、命を育む、命を知る、命を響き合わせる、命を広げる、命を高める、命を磨く、とても興味深いね、命に対しての考え方だと思うんですけれども、ぜひ皆さん予約をしてパビリオンをお楽しみください。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちはすみれ少女歌劇団です。2025年の関西大阪万博にたくさんの方々に大阪にお越しいただき、素敵な出会いがあることを楽しみにしています。それではお聞きください。堺の街で。堺の街で引き締めて走り出す。とても高い壁にくじけそうになっても、乗り越えて行ける勇気を信じ合えば、不思議な力が溢れ出す。
でもたくさん書いてます。じゃあこの中からまずは僕誰にも見せないように1枚だけカードを選ばせていただきます。これにします。それ離さないようにしっかり押さえておいてね。どっちかいらないなって思う方をこの帽子の中に捨ててください。どうぞ。こっちでいい。誰にも見せないように選んだ青いカード、そしてこちらはいらないと思って捨てていって最終的に選んでもらった1枚があります。じゃあ2人とも僕がこの後どうぞって言ったらそのカードをひっくり返してみんなに見せてあげてください。それでは行きましょう。せーの、どうぞ。見せると、はい、見えますか皆さん。なんと素晴らしい、ほらカード、見事こちら、これがスペード6ですね、一致してしまうというマジックでございました。皆さんもう一度2人に大きな拍手をお願いします。ここでいいですか。はい、じゃあ分けたところのカード、これ僕に見せないようにみんなに見せてあげてください。僕ね、あっち向いてますんで皆さんでしっかり、ただし僕には言わないようにだけ一応ねお願いします。今日はこのスケッチブックに選んでもらったカード、事前に僕予言をしてきてます。お見せしますね。ちなみに選んだカードはスペードのエースで合ってますか。だよね。選んだカード何でしたか。ダイヤの子。よくご注目ください。ダイヤの子が登場してまいりました。ということでこちら登場したダイヤの子、よいしょ、しっかり破いてね、ちゃんとこれ出てきた絵でございますね。この絵のカードを、じゃあ今日はそのカードと交換でプレゼントしたいと思います。皆さん大きな拍手お願いします。今日はどちらから来れたの。和歌山県から。あ、はい、この、 あのツアーのことはどこで知りになられたんですか。インターネットで。ネットですか。はい、ネットで。どうだった今日は。ぶっちゃ楽しかった。楽しかったですか。お母さん、お母さんいかがでした。これから開催される万博の、まあ、一周していただいてすごく期待が膨らみました。万博の、ね、景色も見れましたし、で来年開かれるというのは楽しみになりましたし、でマジックとかも、ね、歌とかも見れたので非常に楽しい時間を過ごすことができました。はい、万博の会場リングとかは間近で見るのは初めてです。テレビとかでは。あ、テレビで見ましたけど。間近で見ていかがでした。めちゃくちゃ大きかった。どうでした。木のこの輪っかを見て。あれはむっちゃすごいと思った。すごい。実際来年開幕しましたら、行く予定とか。行こうと思ってます。はい、行きたいですか。また行きたい。マジックどうでした。むっちゃ楽しかった。楽しかったですか。じゃあまた来年万博楽しみ。そうです。はい、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。